しようかパオちゃん、2ケツでタンデムで行く？2ケツだと上がってくるときに体重オーバーだっていう、重すぎて行きはいいけどさ坂道だから、帰りはさ上りだからさ、うん、2人乗りじゃあさ多分止まってまう途中でパオちゃんさ今日誕生日じゃん、アリ、うん、ちゃんの吹奏楽部の今日はミニコンサートこれから行くんだけど、パオちゃんの前でクラリネット演奏するのが今日のパオちゃんのアリ、うん、ちゃんからのバースデープレゼントなんだって。だいぶ安上がりに収めてきたそんなことないよ、日々の練習を今日は発表する日じゃん。誕生日がたまたま今日だったっていうだけの可能性がだいぶ高いけど確かに。じゃあ行きましょう、時間も押してるんで行きましょう。ゴこっち。今日はお招きありがとうね、アリちゃん。お招きいただきありがとうございます。ダディも来てるよファミ、誕生日おめでとう。え？誕生日おめでとう。誕生日おめでとう、パオちゃん。今日はカジノで5ドルを5000ドルに増やすっていう予定なんで、よろしく。ちょっと。パオちゃんね。作戦なんで。お誕生日だったんですよ。3月15日。そう、ラストデイ。ん？最後の日。違うよ。最高の日だよ。今日はですね、パオちゃんの大親友がですね、この素敵なカジノ&リゾートホテルをですね、パオちゃんのお誕生日に予約してくださいました。そのホテルの名も、なんと、名はなんとペチャンガホテルカジノ&リゾート。ここでですね、ステイケーション一泊したいと思います。財布がペチャンペチャンになるまでペチャンガでペチャンするっていう。エミリちゃん風邪気味です。数時間前までエミリ37度3分ぐらいだった。昨日はなんと38度5分までエミリちゃん熱出てました。病み上がりです。こちらでございます。あの今日のお部屋はちょっと屋根がルーム2、ルーム2だって。うわあ、いきなりダイニングテーブルがあるで、この右側が、あ、素敵な、なんかちょっとしたキッチンなのかな、まあ、キッチンというか、まあ、ちょっとした。オーマイゴー。ん？これフリーに食べていいのかしら。このスナックをこうやって持ち上げて5秒以上このプラットフォームから離れるとチャージされるんだって。ただじゃなかったらしい。これはきっとフリーだよ、飲み物、うん、あのコーヒー。そしてこの奥に、おお、ファミリーエリアみたいな、あ、テレビがここについてるからこっちでこう座って、はい、お誕生日ボーイどうですか。何今の。誕生日終わったよ。うわ、すごい、うわ、ちょっと伝わるかな、この広さ感が。
画面上に。ここから富士山が一望できます。あ、こちらですね。何にもねえよ。スカイツリーも。何もねえよ。駐車場しか見えない。まあピカソの絵があると。あ、こちらにね。こちらが。はい。こちらがあの。こちらラバーダッキーでございます。ここにドレッサーがあって。ここがバスルームのシンク。で、右側にシャワーブース、6シタンのシャンプーとかコンディショナーとか、そしてこっち側が、あ、トイレか、トイレの中にも手洗うところがあって、あ、で、ここをぐるっとこっちからさっきのリビングに抜けられるんだね。おお、こう一周できるっていうね。バスデーボーイ開けちゃったね。これ普通洗うもん。汚いこれ。早速開けちゃったよ。バブリーのやつ。はい、ママどうぞ。ありがとう。これさ、シャンパンの量じゃなくない？乾杯の量じゃなくない？はい、チャイニーズ来ました。ブレイジングヌードル。皆さん、このぐるぐる回るものを何ていうか知ってますか？これは、なんと、この名前は Lazy Susan。 Lazy Susan と言います。名前の由来は知りません。でも Lazy なスーザンがちょっとそれ、そこの醤油取って、うん、回して Cause I'm lazy ということだと思います。イエーイ。えいちゃん、おはようございます。今日何しますか？今日は、うん、お友達とプールに行って、うん、遊ぶ。ママ？はい。知ってた？あれちゃんね、セーフティーハックっていうビデオを見てて、ホテルに行った時は、うん、いつも鏡を触ってこういうふうにチェックするね。どれどれ？これを触らないから大丈夫。ギリギリ触らない。あ、こうやった時に指がくっついたら向こうから見られて、透けて見られてる、ダブル鏡になってるってこと？え、大丈夫大丈夫。エミリー、いよいよ来たよ、プール。え、待って、すごいフェンシーじゃない？めちゃくちゃフェンシーやん。南国ですか、ここは。デミキラですが。わあ、すごい。何あの丸いの、プール、あのプールの上に浮いてるやつ。わあ。今日はあの特別ということで、カバーナをですね、予約してくださったということで、行きましょう。新しい水着見せてください。いいよいいよ。ほぼあの貸し切り状態ですね。まだ時間もお昼前だからかな。あとであのウォータースライダーやるんだって。はい、ママさん、今から準備です。ダディとエミリー、今ね、2人でテニス行っちゃったの。チャンスじゃない、リちゃん、うん、チャンス到来じゃない。またやったんだよ、この風船。これ大変なんだよ、正直。パーティー like a rock star、 こう並べます。パオちゃん、今車から降りてくるんだけど、ティリリー、こんな感じで飾り付けが出来上がっております。リアクション薄っ。もうリアクション最弱王だよね。リアクション一切しない。
ちょっとマミーのエアギターも見てくれる？デン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 これが Just the Two of Us Cold Just the Two of Us Cold You and I っていう。だけど日本で一番有名なのは丸の内サディスティック丸サ進行って言われてるんだよね。セインコール、OK?今日はですね、ちょっとこちらとですね、デザーツにちょっと時間がかかりすぎまして、手抜きです。フィッシュタコスとなっております。タコスパーティーということでよろしいでしょうか、皆さん。イエーイ、うまそう。じゃあさ、4日遅れちゃったんだけど、パオちゃんお誕生日おめでとう。一人いねえし。一人いないけどいいか。シャワー入ってっからな待たないで食べるっていう自由すぎますみんな自由ですどう考えてもトルティーヤ小さいだろパオちゃん美味しそうに作っておりますお、アリちゃん美味しそうに作ったねいかがですか Imagine me dropping it. じゃじゃーん。It's a disco ball. マミー作りましたケーキ。人生なんで7歳って書いてあるの？違うよ。47だから、ここね、ほら、1,2,3,40と7。じゃあこれで火つけようね。Hey guys, I got this. Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday, dear birdie. あれ、なんか丸いのが乗ってる。Happy birthday to you. Thank you. Woohoo!すいません、ちょっとですね、失敗しまして。スポンジケーキ火が通ってないんじゃないか疑惑が生焼けなんじゃないか疑惑がございますので皆さん気をつけてお食べくださいよかったです生焼けじゃないです、ね、私の名前は生焼けです、うん、私の名前は生焼けです私の名前は It's so good です何の話ここ焼けてない見てえ焼けてるよここなんかちょっとさ生焼けっぽいとこがあるかもしれないから気をつけてどう気をつける最後まで見てくれてありがとう次の動画見てねバイ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  Thank you Thank you